皆さんおはようございます。今日の幸福のしおりどこかな。ピッ。一人の明朗な心はその人の肉体健康のもとであり、家庭健康の中心であり、事業健康のもとである。打ち沈んだ暗い弱々しい心の持ち主はきっと体が弱い。病弱の人が一人でもあると、その家庭は梅雨時のようにジメジメする。そうした家に住む人は心が鈍る。張りをなくし、気遅れする。決断力が鈍る。何をしてもうまくいかないのが当たり前である。明朗の心、一日も一分も曇らしてはならぬのは人の心である。朝は朗らかに起き、昼は朗らかに働き、夜は朗らかに休む。以上です。